とどこ刺せばいい？コンセントはそこの棚のところにあるよ。本体はここでいいかな。向きはちょっと暗くして確認してみましょうか。わかった、電気消すね。どうかな、もうちょっと右にずらして。うん、いいと思う。なんだかこれだけでもテンション上がる。まだ何も映してないじゃん、気が早いんだから。でもとっても楽しみ、家でみんなと一緒にプラネタリウムが見られるなんて。素敵なプレゼントをありがとう、みんな。その素敵な笑顔を見れただけでこっちがむしろありがとうだよ。ホームプラネタリウムなら自宅でいつでも見れるから、星が好きなサキなら喜んでくれるかなって。多機能なやつだからヒーリング BGM とかも流せるんだよ。毎晩星を眺めながら安眠効果アップ。癒し効果のプラネタリウムに癒しの塊のサキちゃんって、これ最強じゃない？はいはい、ほらセッティングもできたんだし、そろそろ始めましょう。サキちゃん、フィルムはどれがいい？何があるの？オーソドックスな北半球の星座はもちろん、天の川や東京の星空、それから南半球の星を映せるフィルムもあるよ。それなら南半球のを映してもらってもいい？南の空に私の一番好きな星があるの。もちろん。それじゃあこのフィルムね、ノア、よろしく。任せて。うわーすごい、満天の星。南の空ってこんな感じなんだ。北半球にいると見る機会少ないから新鮮だな。サキが一番好きなのってどれ？あそこのやつだよ、南十字星。南十字星？確か北でいう北極星にあたる星が南にはないから、代わりに目印として使われてきた星だよね。昔父が小笠原諸島の観測所でお仕事があった時、連れて行ってもらったことがあって、その時に見た星なの。そういえば南十字星って南方の星だけど、沖縄とか小笠原諸島とかでは条件が合えば実際に観測できるんだっけ？そう、初めてこの目であの輝きを見て、それがとても綺麗で。それでね、この星は古くから南半球の人々に親しまれ愛されてきた星だって聞いて、とても素敵だなって。確かに南半球にはこの星を国旗にあしらってる国や地域が多いよね。オーストラリア、サモア、パプアニューギニア、ブラジルの国旗にもあったよね。古い時代からずっと変わらず輝き続け、多くの人々を魅了し、しるべとして親しまれ愛されてきた星。その存在を知った時からずっと好きだったけど、でも今は好きなだけじゃない。ん？目標なんだ？フォトンメイデン、この4人でこの星のように輝いていきたい。ずっとずっと人々を魅了し続ける存在になりたいって思うから。そんなこと思ってくれてるなんて。ちょっと伊吹、他の人の誕生日でも泣くの？ノアだって人のこと言えないじゃん。トアだって。私は伊吹さん、トワさん、ノアさんの3人と時代を超えて愛される存在になりたい。みんなが大好きだから、みんなで一緒に輝いていきたいな。サキなんてことを言うのでしょう、この子は。サキちゃん、私もだよ。これからもよろしくね。